住職千葉賢女音楽法話。改めまして聖息寺住職千葉賢女です。最近ですね、お寺の軒下に巣を作ったツバメがですね、巣立っていきました。なんだか嬉しくもあり寂しくもなりました。さて今日はツバメについて仏教的にお話ししていきますね。ツバメ、春になると南の国から渡ってきます。しかし近年ツバメは減少していると言われています。河川敷や農耕地のほか、町中の民家や商店の軒先など人が作った建物に巣を作ることが多く、そしてたくさんの卵を産み、たくさんの子供を育てるためにその小さな体からは想像できないほどたくさんの虫を食べます。ツバメは昔から害虫を食べて農作物を守ってくれる益鳥としてありがたがられました。またヒナを守るためにあえて人の出入りが多い家の軒先に巣を作るのでね、商売繁盛ですとか、そんな象徴としても大切にされてきました。そしてツバメはですね、鬼門の方角にあたる場所に巣を作らないと言われています。ツバメが巣を作る場所は鬼門ではないので、幸運がたくさん舞い込んでくる場所ということですね。ですからツバメの巣は幸運の象徴だとも言われているのです。他にもこんなことを言っている方がいました。ツバメは優しい人が集まるところに巣を作る。なぜなら巣を壊さずに見守ってくれる人は優しいからだと言っています。あとはですね、ツバメが巣を作ることで玄関がきれいになる、糞をねたくさんしますので掃除をする習慣がつく、そんなことで玄関がきれいになると言われています。ツバメの巣ができると自然災害に合わない。ツバメは動物的観で自然災害が起こらないようなところにね巣を作るんでしょうね。などなど、いろんなツバメにまつわる幸運のね出来事がたくさん述べられてました。あとツバメという漢字わかりますか？あのムスっていうね漢字みたいなムスみたいなやつですよね。ツバメの漢字ですね。このね漢字の意味は安らかという意味があるそうです。円座という言葉があります。これ字はですね、ツバメと書いて円と読むんですね。音読みで円と読みます。この円に座禅の座と書いて円座です。これ座禅するという意味なんですね。心身の動揺を鎮め座禅すること、安らかに座る、静かに座ることという意味になります。この円座という言葉ですね。ツバメに座ると書いて円座です。あとはですね、中国の詩人徒歩の漢詩にこのようなものがあります。まあ春季というね、題名の漢詩なんですが、以下のような内容になります。円を水に浮かんで静かに、軽煙風を受けて斜めなり、円を水に浮かんで静かに、剣影風を受けて斜めなり。この円王、最初に出てくる円王とはですね、遠くのカモメという意味ですね。遠くのカモメが水に浮かんで静かに。その後剣影とは身の軽いツバメという意味です。身の軽いツバメは風を受けて斜めなりというね意味の漢詩になります。円を水に浮かんで静かに、剣影風を受けて斜めなり、遠くのカモメは静かに水に浮かんで、身の軽いツバメは風を受けて斜めに飛んでいるということですね。この徒歩の漢詩をですね、前後の指南書前輪句集には次のように書かれています。カモメは静かに水中に戯れ、ツバメは風を切って斜めに飛ぶ。まさに現状の
妙手と書いてあります。現状の妙手、この意味はですね、目の前に現れた非常に素晴らしい味わいということなんですね。これまさに悟りの境地ということなんです。遠く近く、静と動、水空、まさに自由自在の心境、これが禅なんですね。この徒歩の春季という漢詩には続きがあってですね、人生行き詰まることも多いけれど、我々の人生も限りあるものだ。酔いから覚めてまた酔うように、思いのままに自然と一体となれる場所、そこが誠の我が家と続くわけですね。ツバメは古くから里山の自然の中で生きてきた人と自然との共存を象徴する野鳥です。改めて人も自然の一部で共存しているんだと、天地我同根、万物我一体、そうツバメを見て思います。我々人間の悩みや争いなんて大自然の中で考えると小さなものです。行く雲、流れる水、風を受けて斜めに飛ぶツバメを見れば、そう教えてくれます。さて今日は、大空を自由自在に、国境もなく、わだかまりもなく、羽ばたくツバメを連想できる、そんな曲です。ツバメになりたいという曲を、私のサックスバージョンで演奏してみたいと思います。このツバメになりたいという曲は、中国のね、ニコという楽器で、有名な、ニコという楽器の演奏でね、有名な曲です。幽玄で、郷愁がある、そんな演奏を心がけてみました。それではお聴きください。
前回の放送でもご案内いたしましたが、この音楽法話がホールで生開催されます。本来であればね、お寺で開催が一番なんですが、お寺ですとどうしても密になってしまいます。そこで300人収容のホールでしっかり距離を持ってね、ゆっくりと見ていただきたい。まあ300人も集まるわけありませんのでね、安心して距離が取れます。先日ホールの下見に行ってきましたが、やはりホールはですね、本当に響きが良いですね。この機会に生のサックスの音とグランドピアノのね、響きをご堪能してください。もちろん法話もお話ししていきます。そしてですね、今回はゲスト出演があります。吉福社中というね、舞を奉納するグループなんですが、舞といってもただ踊るわけではなく、歴史上神話上のね、神様などに扮してお面や荘厳な衣装で舞を奉納してくれます。登場者の中にはね、カッパもいてコミカルに踊ったりもしますね。以前清息寺でカッパ祭りで奉納していただいたんですけどもね、本当に迫力満点です。これは一見の価値ありますよ。音楽法話生開催は9月30日金曜日、令和4年9月30日金曜日、三島市民文化センターの小ホールです。12時開場、13時開演です。まあ休憩挟んでね、2時間ぐらいの公演になります。入場はなんと無料です。入場無料なんですけどもね、感染対策の観点から予約が必要になりますので、お申し込みは清息寺の電話0558320896、もしくはね、清息寺のメールでもいいです。info@kappa.live、 またはで、ね、清息寺の公式 SNS のダイレクトメッセージでもね、大丈夫です。ご一報ください。ご一報いただけますと追って入場券をね、お送りいたしますね。三島市民文化会館はですね、三島駅から徒歩3分ぐらいなんです。三島は新幹線も止まります。東京からですとね、約40分ぐらいなんですよね。逆にお寺清息寺よりね、アクセスはいいのかもしれませんよね。皆様お待ち申し上げます。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は清息寺住職千葉賢女でした。